マイクロソフトマイクロソフトウィンドウズウィンドウズモバイルウィンドウズモバイルはマイクロソフトが独自に開発提供していたモバイルオペレーティングシステムとハードウェアプラットフォームのシリーズであるウィンドウズモバイル6.5 NTT ドコモ SC-01B ウィンドウズモバイルは最初のバージョンであるウィンドウズモバイル2003が発表されるまでポケット PC と呼ばれていた モバイル OS である。Windows CE をベースにしたモバイル OS で、主にエンタープライズやビジネス向けと位置付けられていた。Windows API を使用して開発された基本的なアプリケーション群が特徴である。サードパーティーが開発するソフトウェアが利用可能。Windows Marketplace for Mobile を通して、有料のソフトウェアを購入することも可能であったが、 2012年5月22日をもってサービスは終了した。操作性としてはパーソナルコンピュータ用の Windows に比して特徴と操作感覚が類似するように設計されていた。バージョンアップごとにユーザーインターフェースは変更されていたが基本的な操作感覚は共通するように作られている。ほとんどの Windows モバイル搭載機器は指ではなく スタイラスで画面をタップすることで操作するように作られており端末にスタイラスの収納スペースが用意されている2009年第3四半期 Windows モバイルのスマートフォン市場における市場占有率は20%減少1年前より加工したスマートフォンにおける世界的な市場占有率は7.9%でシンビアン OS ブラックベリー OS、iPhoneOS に次ぎ第4位で、アメリカ合衆国内の企業向けスマートフォン、OS としての市場占有率は24%で、ブラックベリー OS と iPhoneOS に次いで第3位であった。類似するものに、Apple の iOS、Google の Android、Nokia のシンビアン OS、Qualcom の Blue よび Blue MP などがある。 次期モバイル OS の Windows Phone 7が発表された。後も、Windows Mobile 6XK シリーズは、Windows Phone Classic に名称を改めて、並行展開を予定されているが、現時点では6.5以来全くリリースされないことや、Windows Phone 8がリリースされ、Windows CE ベースから、Windows NTK ベースへ変更され、Microsoft のカーネル一本化へと方向性が、 変えられており、Windows モバイルシリーズは今後リリースされないと思われる。Windows モバイルはカスタマイズ性が非常に高いモバイル OS だと評価されている。Windows モバイルはほとんどのバージョンで標準的に以下のような特徴がある。PC との接続にはアクティブシンクを使用して同期する。Windows Vis 対抗では Windows モバイルデバイスセンターを使用する。 タッチパネルは、Windows モバイル6.1頃までは、静電容量方式タッチパネルではなく、抵抗膜方式タッチパネルが用いられていた。HTC のタッチフローや、東芝のストライプメニューなど、端末独自のホーム画面を搭載している機種が多く、存在していた。これらの端末は、設定により、標準のトゥデイ画面に戻すことも可能であった。トゥデイアプリを表示させることは、 不可能であった。また、ここでの端末発表日は、米国時間とする。Windows CE ネット4.2ベース。2003年6月23日発表。コードネームオゾン。略称は PPC 2003。このバージョンから、初めて、Windows Mobile という正式名称が使われるようになったが、ポケット PC という名称が浸透した後の、 名称変更だったため、ポケット PC2002 の後継バージョンということで、ポケット PC2003 という故障の方が一般的に使われていた。入力方式が新しくなったほか、無線 LAN や Bluetooth の機能が強化された。新たに、画像ビューは、ピクチャーズ等が標準搭載。ポケット PC2002 に引き続いて、Windows XP に準じたインターフェースとなっている。 エディションは、Windows Mobile 2003-4 Pocket PC、Premium Edition、Windows Mobile 2003-4 Pocket PC Professional Edition、Windows Mobile 2003-4 Smartphone、Windows Mobile 2003-4 Pocket PC Phone、エディションの4つ。Windows CE Net 4.21ベース。2004年3月24日発表。略称は、 PPC2003SE。SE は、セカンドエディションの略とされている。新しく VGA の高解像度ディスプレイをサポートするようになるとともに、画面の縦向き横向きの切り替えのほか、内蔵キーボードにも対応した。無線 LAN では、プリングウィズピエプロトコルにネイティブで対応するようになった。Windows CE5.0 ベース。2005年5月9日発表。 コードネームマグニート。略称は WM5.0。2005年にラスベガスで開催されたマイクロソフト S モバイルエンベデッドデベロッパーズコンファレンス2005で発表された。不揮発性メモリーをサポートするようになり、バッテリーが切れてもメモリ内容が保護されるようになった。全体的なインターフェースや各ソフトウェアがバージョンアップされたほか、 オフィス互換アプリの名称が、ワードモバイル、エクセルモバイル、インターネットエクスプローラーモバイルと解消され、新たに、パワーポイントモバイルが、標準搭載された。サポートは、メインストリームサポートが2010年10月12日、延長サポートが2015年10月13日となっている。エディションは、タッチパネル搭載のスマートフォン。 Windows モバイル5.04ポケットプックプレミアムフォーンエディションタッチパネル非搭載のスマートフォン Windows モバイル5.04スマートフォンエディション電話機能なしの PDA w i n d o w s モバイル5.04ポケットプックエディションの3つ Windows CE5.2 ベース2007年2月12日発表コードネームクロスボウ略称は WM6.0 2007年に開催された 3GSM ワールドコングレス2007で発表。デザインが Windows Vista に準じたインターフェースとなり、インターネットエクスプローラーモバイルでは新たに JavaScript や DHTML、XHTML がサポートされた。Outlook モバイルでは HTML メールの表示が可能になったほか、Windows Live を標準搭載し、 Windows l i v ライブメッセンジャーなどの一部の PC 向けサービスが利用できるようになった。その他様々な機能が加えられている。エディションは、タッチパネル搭載のスマートフォン、Windows m o モバイル6.04、プロフェッショナルエディション、タッチパネル非搭載のスマートフォン、Windows m o モバイル6.04スタンダードエディション、電話機能なしの PDA。 Windows モバイル6.04クラシックエディションの3つ。エディション名の違いから5.0に比べてよりスマートフォン向けの OS となっていることがわかる。Windows CE5.2 ベース。2008年4月1日発表。略称は WM6.1。SCMDM と同時に記者発表され同ソフトを用いることにより、 複数の端末機のセキュリティポリシー管理を一括して行えるようになった。また、インターネットエクスプローラーもバイルでページのズーム機能が使えるようになるなどの機能拡張が行われている。パフォーマンスが大きく向上しており、バッテリー使用率も大幅に改善された。全バージョンと同じく CE5.2 をベースとしているが、 WM6.0 では5.2の後のビルド番号が4桁、WM6.1 では5桁となっているところで判断が可能である。Windows CE5.2 ベースと言われている。2009年2月16日発表。略称は WM6.5。ホーム画面のデザインが大幅に変更され、要素をハニカム状に配置したものとなるなど、スタイラスではなく、 指先によるタッチ操作を強く意識した UI 変更が行われた。機能面ではアプリケーションをダウンロードできるポータルサービスである Windows Marketplace for Mobile アプリが標準搭載となったが、わずか3年後の2012年5月17日にサービスを終了した。 またインターネット上の Windows Live ービスのアドレス帳やスケジュールが Windows モバイル上のカレンダーや電話帳と同期が取れる Microsoft My Phone も利用可能となった。日本では2009年12月に提供が開始された WM6.1 を搭載し基準を満たした一部の端末では WM6.5 へアップデートすることができ、 NTT ドコモの T-01A では2009年12月17日より Windows モバイル6.1から6.5へ無償アップデートの提供も開始されているこのバージョンが発売されて間もなく次期モバイル OS の Windows Phone が発表されたが Windows モバイルのマイナーアップグレードは発表後でもリリースされた6.51はスタートボタンが 画面下へ移動するなどのユーザーインターフェースの変更やパフォーマンス改善などが行われたとあるが、公式にはリリースされず、非公式にアップデートする方法のみであった。6.53は2010年2月2日に公式に更新プログラムがリリースされた。マルチタッチに対応し、スタイラス仕様から指によるタッチでの操作を重視としたユーザーインターフェースになった。 6.51での機能をユーザーが使用することのできる最初のバージョンだった。最新のバージョンとして確認が取れるのが6.55で2010年1月に流出され非公式で携帯端末をアップデートすることは可能。ただしこちらも公式にリリースされることはなく、事実的に一般ユーザーが公式で使用できる最新のバージョンは6.53とされる。 Windows モバイル 6X を搭載している携帯電話は、Windows フォン7へのアップグレードは不可であるが、T-01B 及び、いずれ2のように、ハードウェア条件を満たしている端末や、公式に満たしていないものの T-01A や、X-02T などの 6X 系端末へ移植し作動させるユーザーもいる。マイクロソフトが、 スマートフォン製品に対して用いる Windows モバイルなる語はポケット p c 2 0 0 2発表の際に登場し Windows モバイル OS を搭載したポケット p c の次のハードウェアプラットフォームを指すものとなった Windows モバイルクラシックデバイスとは Windows モバイルを用いた電話機能を有しない携帯情報端末でポケット p c と呼称された時期もある ポケット PC は Windows モバイル OS が本来想定していたプラットフォームであり、電話機能搭載、未搭載の仕様がある。Windows モバイル6.5ではこのエディションは発表されなかった。例外的に w i l c o m のスマートフォンはクラシックバージョンと独自の電話アプリケーションを搭載する。当時のマイクロソフトの用語としては、主に使用されている意味でのスマートフォンではなく、 電話機能搭載ポケット PC とは異なる特定のハードウェアデバイスのみを指す当初はタッチスクリーンを搭載せず片手だけで効率的に操作できるよう設計され一般的にポケット PC に比して画面解像度が低かったスマートフォンプラットフォームに対するマイクロソフトの主眼は電話やデータ端末としてさらに機能が 統合化された端末を開発することだった。現在は、Windows Phone の発売により、電話機能やタッチスクチーンを有する高機能な製品を、スマートフォンと呼ぶようになっている。Windows モバイルのヒット商品となった W03、テ t キーボードを開いた、t、T-0HB ここでは、日本国内の通信キャリアで発売された機種のみを、掲載する。 海外で発売されていたものや PDA 端末を含めた Windows モバイルデバイスの一覧は EN List of Windows モバイルデバイシーズを参照のこと。また、ここでは発売日が早いものから掲載し、初期出荷時の OS を掲載している。 ウィンドウズモバイル 2003SE ウィンドウズモバイル5.0ウィンドウズモバイル6ウィンドウズモバイル6.1ウィンドウズモバイル6.5ウィンドウズモバイル6.5 3ありがとうございます